あの日の交差点です。この番組は私まひるがホストを務め、皆さんとカルチャーとの出会い、つまりあの日の交差点に立ち戻り、その延長線上の今について話すというコンセプトの番組です。いつの日かこの番組が皆さんにとってあの日の交差点になったらいいなと思っております。前回はマムの新アルバム終わりのカルカチアについて話しました。今回はその中の2021年のロボットダンスの好きな歌詞について話しているところの続きからになります。その同じ曲の中の歌詞で、はい、まあ、これ言葉遊び的に面白いなと思ったのは、うん、哀愁は永遠、うん、永遠は救済、うん、救済は音楽、うん、音楽は時間、うん、っていうこのなんか連想ゲームじゃないですけど、そうです、うんうん、ここもなんかちゃんと意味が分かるわけじゃないけど、うんうん、だけど、うん、あのなんかよく分かんないけど、うん、考えてみたいなとか、もうちょっと聞きたいなって思わせる何かがあるんですよね。うん、ああ、わかります。だし、今、なんか引っかかった時に思ったのは、うん、この哀愁は永遠っていうのが、はい、まあ、一つ一つちょっと今思いつく感じで話してみますね。はい。哀愁は永遠っていうのに、まあ、僕も、うん、考えてるところに近いことがあって、はい、その、まあ、この哀愁とかって、うん、エモいって言葉とも近いかなと思うんですよね。あ、はい、哀愁とか郷愁とかって、うんうん、エモいっていう言葉に近いなと思ってて、うんうんうん、確かに。僕もなんかそのエモいって言葉はあんまり使わないんですけど、うん、エモいなっていう感覚は分かるんですよね。うん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 。で、まあそれを何て言ったらいいか分からないなっていうので、はいはいはい、まあ一ついろいろ悩んだりとか、なんてこれを言い表したらいいんだって悩むのが一つと、うん、やっぱその、うん、あえてエモって言葉使っていきますけど、はい、そのエモい感覚っていうのは結構、うんうん、快楽的なんですよ。うん。すごく気持ちよくなるというか。はいはいはい。例えば外にいて風に吹かれながらちょっと日が傾いていくのを見ながら好きな音楽を聴、うん、いた時に胸がちょっとキュッと締め付けられる感じというか、うんうん、がこれ快感だなって思ったんですよ。はいはいはい。でそれを結構求めている自分がいて、うん、でもその感覚を求めてるけど、うん、その感覚が気持ちいいだけで、胸がキュッとなる感覚が気持ちいいだけで、うん、何の感情かがわからないんですよね、それが。ああ、はいはい。体の反応として、エモいなっていうのはわかるけど、うん、そのエモっていうのは何に、何を感じてるのかがわからないんですよ。うん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 。それで、なんかそれを結構求めて、自分は生きてるなってことに気づいたんですね。はい。で、昨日、めちゃくちゃこの曲をこの時間帯こういう景色を見ながら聞いたらすごく、うん、まあ、エモい気持ちになったから今日も同じことをしてみようと思ったら、うん、ならなかったと。うんうんうん、ならない。それがすごく寂しかったりするんですよ。ああ、はいはい。あれ同じあの気持ちには今日はたどり着けないのかっていうか、うんうん、だとするとその毎日たどり着けるものでもないし、うん、だし、何を求めてるかもわからないんですよね。うん、その、なんか、何のか、何に何を感じてるかわからないけど、うん、快楽であるエモは何を求めてるかわからないんですよ。なのに、それを求めて生きようとしてて、それが、得られるか得られないかで一気に自由してるなってことにも気づいたんですよね。はいはいはい。今日はエモくなれなかった。うん、みたいなことに落ち込んだり。今日はめちゃくちゃ気分が、うん、エモくて気分がいいな、みたいな。うん、ので、これは、はい、実
体がないものなんじゃないかっていうふうに思ってきたんですよ。うん、何もないものにをめちゃくちゃ求めてんじゃないかっていうふうに、まあ、これは答えが出てないんですけど自分の中では。そういう意味でなんかあんまりあのどっぷりとエモに使っちゃダメだなと思って、うんうんうん、それは ある程度摂取するとすごくいいものだけど求めに行っちゃダメだなと思って、うん、それがなんか答えが見つかるものなんじゃものではなくって、うん、手を伸ばしても飛ばして伸ばしても絶対に届かないものなんだなっていう風に今思ってて、はいはい、そのエモっていう感情は、うん、それが哀愁は永遠っていうのに、うん、なんか今ふと話しててつながるのかなっていう風に思ったんですよね。まあつながるかわからないんですけどなんかふと思ったんですよね。うんうん、あすごい面白いな。自分もその考えたくなるじゃないですか。うんうんうん。はい、で考えてみるんですけど全然わかんなくて、で 今でもちょっと なんか納得できる部分はすごいある。だからそのきっと届かないんだろうなっていう、うんうんうん、でもあのどっぷりエモに浸かることはないけどエモの正体を僕はちょっと探り続けたいなと思ってるんですよね。うんうん、だしあのだからいつも言うのは、はい、エモと、まあ、一人で楽しむエンタメっていう、うん、その2つは、うん、ジャンクフードだって僕はいつも思ってて、はいはい、ジャンクフードって健康的な食事を、まあ、日々続けてるからこそたまに食べるとすごく美味しいじゃないですか。はいはいはい。うん、だけどジャンクフードをずっと食べてると体壊れていくじゃないですか。だからそれと同じようなもので、うん、エモをはたまに味わうからいいものであってそれをずっと味わってると、うん、なんか求めても求めても得られなくなっていって、うん、しんどくなっていったりとか、はいはいはい、また一人で楽しむエンタメも、うん、なんか一人で楽しむっていう楽しさって多分楽しさのマックスがあったら多分振り切れないんですよね。うんうん、でそれは人と共有いろんなこういう話をするとかっていうのいう、うん、営みがあってこそ一人のエンタメっていうのは楽しめるのであって、うん、ずっと一人でいちゃ、うん、生活も心もすさんでいくなっていうのを思ってて、あ一人の生活と一人ので楽しむエンタメと、うんエモはジャンクフードだって僕は思ってます。面白いですね。うん、いやなんかそのまさにさっき言ってたポップライフを聞いてるような感覚でした。あ本当ですか。そんな恐れ多いですよ、ね。なんか自分になかったその目線で。うんうん、その自分が好きなエンタメを語ってもらうと、うんうんうん、なんだろうなすごい嬉しいというか面白いというか、うんうん、逆の僕もあのリトルさんの目線が面白かったりする。いやお互いねお互い面白いです話、うんうん、私なんかさっきの歌詞に戻ると、はい哀愁は永遠、うん、永遠は救済、うん、救済は音楽、はい、音楽は時間っていう風に、まあ、連想ゲームみたいにつながっていくじゃないですか、うん、で、まあ、さっき一つ目の哀愁は永遠っていうのは、まあ、ちょっと長々と話したんですけど、うんはい、その永遠は救済っていうのもなんとなく分かる気がして、うん、これは個人的にやっぱりうん、その、まあ、人生には終わりがあるっていうのが体感というか実感として持てなくて、うん、そういう意味で永遠っていうのは、うんうん、救いだなというか、うん、終わるっていうことが想像できなくて怖かったりするんで、うんはいはい、永遠になんかこうやって話してたりできるっていうのが、うん、救済になったりするなっていう。ああ、はい
その感覚とこの歌詞が同じ意味なのかどうかは分からないんですけど、僕はこの文字を見て、その人生を、自分の人生っていうのを考えましたね。終わりが想像できなくて怖いなぁと思うので、僕は。ですね。で、救済は音楽っていうのは、はい。救済は音楽っていうのは、それこそ僕たちが、音楽は救済じゃないのか、これは。救済は音楽なんですね。難しいですよ。難しいですね。これちょっとわかんないですね。パッとわかんないですね。なんだけど、なんか、この連想ゲームの中で、はい。救済は音楽まで、なんかちょっとずつ世界観が広がっていく感じがするんですよ、僕は。哀愁は永遠、永遠は救済、救済は音楽っていう感じで、音楽がすごく、高みに上がっていってる感じがするんですよね。その音楽っていう存在がすごく崇高なものになっていく。重ねるごとに、なんだけど、音楽は時間って言った瞬間に、なんか、すごく冷たい目線で死に落ちるというか。確かに。まあ、なんか階段を登っていって上から飛び降りるみたいな落差があるなっていう風に、なんかこの文字の並びを見てて思って、急に冷めた目線で見るやみたいな風にちょっと感じたなっていう。それはそれで面白いなっていう。それもそのアルバム全体的な、その、なんだろうな、ちょっと冷たい目線に砂のがちょっとここに集約されてたりするんですかね。ですかね。面白い。なんかわかんないけど、考えてみたくなる文字の並びですよね。いやこの2021年のロボットダンスめっちゃ好きですね。あと、はい、この2021年のロボットダンスを聴いてた時に思ったことなんですけど、はい、ファンを聴いてる時の感覚っていうのが何かに似てるなってずっと思ってたんですよね。この聴いてる感覚、何かに似てるんだけど何だろうなって考えてたら、はい、星新一に似てるなって思ったんです。ショートショートの。星新一の、なぜか、皮肉な感じというか、ちょっと冷たい目線で見てる感じというか、ちょっと恐怖の意味のゾクッと走ってくる感じとかに、似てるなって思って。そうなんですね。自分はちゃんと読んだことないので。はい。あんまりわかんないです。でもそれが本当にその似てるって感じたのか、そのジャケット写真の絵あるじゃないですか。聞いてくださってる方は調べて、ジャケット写真の絵見てくださったらいいんですけど、ちょっと崩れたような絵というか、その絵の感じとか、あとはロボットっていう字、2021年のロボットっていう字が、星新一の気まぐれロボットっていう本。まあ、そのショートショートのエピソードもあるんですけど、そことリンクしちゃったのかなって勝手に言って、星新一の、本自体も綺麗な絵じゃなくて、こんな終わりのカリカチュアのジャケットある写真みたいな、ちょっと不思議な絵だったり、色使いだったり、あとはそのロボットっていうところが、すごくなんかシンクロするところがあって感じたのかな。もしかしたら、マムは、星新一の影響を受けてるかもしれないなとか、まあ、全くわからないですけど、僕はなんか、星新一を思い出しました。面白いですね。僕もちゃんと読んでるわけじゃないんですけど、ちょい読んだだけなんですけどね。ですね。あと、僕も話したかった曲が特にその、今、おっしゃってくださった2曲だったんで、乗っかっていろいろ話しちゃいましたけど、いやこの2曲がいいんですよ。いいですよね。いいんです。
いいんですよ。結構で僕音楽を聴くときに結構流れで聴く癖があるんで、こういうアルバムとかも通しで聴いたりとか、もしくはこの曲からこの曲まで聴こうとかいう風な聴き方をするんですけど、心が壊れそうを聴きたくなったら、多分Song for the Alien とか、246くらいから聞き始めちゃうんですよ、ね。そうなんですね。たどり着くまで長いんです。壊れそうをサビに持ってくるみたいな感じ。そうそうそうです。で、マムのデイキャッチあたりまで行くっていう。そうなんですね。そういう聞き方しちゃうんですよ、ね。なんで自分で、それこそ、ミレニアムラジオにの、今年の音楽みたいな、上半期の音楽みたいなのを、メールテーマにされてた時に送ったんですけど、そこで紹介した曲とか、この曲良かったですって言った曲とかも、自分でプレイリスト作って、この流れで聴きたいっていうのを、なんか自分で好きなように作ってて、なんで、この曲聴きたいって思ったら、だいぶ前から聴き始めちゃうんですよ。なんかそういう楽しみ方してるんですね。いや、自分だったら我慢できないかもしれません。いや、あります。一回聴いて、さらに流れで聴いたりとかするかもしれない。余談でしたね。あと、なんだろうな、ワールド・イズ・イヤーズのさっき言った、体に通ってた血が全て抜かれたみたいに、そこから見た景色が嘘っぽかったっていうのが共感できなさすぎて面白かったとか、あとは、また同じワールド・イズ・ユアーズの、目先の未来を嬉しく思ったり、昔のひどい記憶を美しいと感じたり、そんな風に僕たちは穏やかに騙されながら、課題を一つ二つとこなしていくのさっていうのも、なんか真理だけど言われたくないこと言われたなっていう感じもするし、これ冷ややかな目で見てる、そう、自分だなと思いましたもん。そうなんですよ、なんか冷ややかに見られてる感じもするなっていう。あとなんだろうな、冷ややかなところもある、なんだろう、一方で、その終わりのステップとか、3曲目かな、2曲目、3曲目の終わりのステップでは、君が恥じることはないさ、悪いのは力を持ったやつだ、今すぐこの手を振り上げて、みんな守ってあげるからねっていう歌詞があって、急に優しくなったいや、ここの歌詞もね、そう思いましたね、おって思いましたね、これ、そう、悪いのは力を持ったやつだっていうのも、さっき、こういうところに僕は脱新自由主義的だなっていうふうに感じたんですよね。そうですね、言われてみる。なんていうか、誰もが自由に何でも目指せる時代だけど、逆に何も達成できなかったら自己責任だよみたいな、そういう新自由主義的な感じの中で、なんか できない自分イコール悪いみたいな感じで考えていっちゃうじゃないですか。で僕はかなりそれに毒されてたんですけど、その中で、いろんな条件があるじゃないですか、できないの中にも、例えば本当に環境的にきつかったりとか、もしくは本当に努力してないだけかもしれない、でそういう中で一緒くたに努力の問題に還元されるのは違うよなって思い始めた中で、でもやっぱりどうしても努力で解決できるだろう、お前が頑張ってないだけだろみたいな感じに言われちゃいがちな世の中だなと思ってて、そんな中でその君が恥じることはないさ、悪いのは力を持ったやつだっていうのは、なんかその脱資本、新自由主義的だな、こんな感じに歌ってくれんだなっていう風に、温かいところを感じましたね。そうですね。いやー、いい、なんか
やっぱりいい歌詞だなって思うところはたくさん共感できますね。うんうんうん、めちゃくちゃあります、うんうんうん、そうですね、うん、あとはまあ、これは曲、うん、はい、はい、いいですか。あ、はい、この曲ではないんですけど、はい、歌詞ではないんですけど、はい、その1曲目の、うん、I am public domain、うんうんうん、この曲もすげえなって思うんですよね。うんうんうん、まあ、展開もすごいし、はいはい、本当に1曲なのみたいな、うん、展開もするし、ね、語りみたいなところ、モノローグみたいなところから始まって、うん、歌いますって言って歌うところとか、うん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 、すごいし、そうです、そこ好きです、歌います、歌うところ、いいですよね、うん、でそこからのメロディーもいいんですよ、歌うの、うん、で、なんて歌って、この歌詞がないんで、これ歌ってるところの、うん、あ、そうですよね、うん、そうなんですよ、なんて言ってるかずっと見たいんですけど、いつまで続くかな、あ、このコピーライトか、はい、なんかそんな感じの、そうです、うん、歌詞ですよね、多分三、うん、四半世紀か経って後のこの歌みたいな、あ、そうです、そうです、いつまで持つかな、このコピーライトか、うん、なんかそんな感じで歌ってるんですけど、うん、それもなんかすごく俯瞰的に自分の作品を見てるなっていうか、うんうん、確かに、それもなんか今のシステムじゃないですけど、そこに対するアンチテーゼじゃないですけど、うん、あ、なんかそっから始まってんだなっていう、うん、なんかね、この権利が自分の手から離れ、いずれ離れていくっていうのも、うん、なんか俯瞰的に見てて、うん、なんか、あ、この作品の態度というか、どんな視点から歌うのかっていうのが、はいはい、結構そこで一発でなんか示してくれる感じがしましたね、うん、この一曲目、うん、確かに、うん、これすげえって思ったな、うん、そう、まあ、全部言いたいのは言いたいんですけど、そうですねまあそんなピックアップしたらもう全然時間がないんで、うん、あとはこれも歌詞じゃないんですけど、はい、246、はい、246で読み方合ってるのかわからないんですけど、うん、246っていう曲の、はい、これもなんかすごくメロディアスな入りから始まって、うん、急にラップとかヒップホップ、ダークなヒップホップになっていくのが、うん、その展開がすごくかっこいいなって、うんうんうん、2曲ガッチャンコさせたみたいなね、あかっこいいなと思って聞いてましたね、うん、とか最後の246の最後の歌詞にもある、はい、まともな人間、狂ってる人間、賢い人間、うん、癒しい人間、それを決めてるのはどんな人間、うん、俺たち最高にまともじゃないね、とか、うん、これもねうん、うん、なんか俯瞰的に見てるなっていう、確かに、感じがしますね、うん、あと最後一つだけ言いたいのが、はい、どれだ恋は水色の、あ、はい、この曲なんか、まあ、あんまりわからなかったんですけど、うんうん、歌詞が。あんまりわからなかったんですけど、うん、ちょっとだけ気になったのが、はい、別に込み入った話でもないのにさ、首をかしげる奴らにはピースサインっていう歌詞があって、うん、はい、これがちゃんと自分の中でこういう意味だよねって説明できないんですけど、はい、すごく興味を持ったんですよね。ああ、ちょっと考えてみたいなっていう気になったんですよね。うん、
でもなんか、うん、でもなんか、うん、さっきのこのグッドボタンに殺されちゃうかもじゃない、はい、ないですけど、うん、いや結構 SNS の風潮とかと重ねるところがあるなって、うん、このいろんな歌詞を聞いててもありましたね。なんか SNS っていう言葉をちゃんとなんかそのまま使ってないけど、なんかそこにある、うん、なんかちょっと嫌な空気感とか、はいはい、っていうのをこう俯瞰的に冷ややかな目で見たりする、うん、っていうのがそれこそオリンピックでちょっと傷んでた、すさんでた僕らの心にスッと入ってきたのかもしれないですね、うん、あ確かにそうですね。完全にチューニングがこのアルバムのチューニングと一致してたっていう、うんうん、ですね。いやこれがあってよかったなと思います。いや本当思いますね、うん、他に ありますか、話し残したこと。いや自分はもういっぱい話したので、言い切りました。いっぱい話も聞けたのでいや僕ばっかり話しちゃってちょっと申し訳ないなと思っていやはい、僕は、ね、僕自身はすごい楽しかったんですけど、はずなら良かったです、はい、いや僕も言いたいこと言えたなと思って、うん、またこの終わりの回たちは分からない、何のこと言ってるのか分かんない歌詞がたくさんあるので、うん、確かに、うん、そうですね。いつか分かる日が来たら、うん、それこそさっきのエピソードで言いましたけど、いつか分かる日が来たら、うん、おしゃべりしたいなっていう、この気持ちやっと分かったみたいな、うんうん、この歌詞やっと分かったみたいな、うん、タイミングが来たらねお話ししたいなって思います。いいですね。で今このオリンピック期間に、このアルバムがあってよかったなっていうふうに、いや僕もリトルさんも思ってるんですけど、うん、この時にこれがあってよかったなっていう心の拠り所になった作品とか、うん、まあ、まあ人でもいいですけど、その心の拠り所になったものっていうのについて、うん、次以降ちょっと話していこうかなって思います、はい、思ったよりこの終わりのカリカチュアで盛り上がっちゃいましたね。そうですねでもこのアルバムで盛り上がれる人ってなかなかいなくないですか。あ確かに、まあ、いないですねなんだそれっていう感じなので、まあ、僕もまだまだミーハーですけど、うん、それでもこんなまだ熱の熱いうちに話せたの嬉しかったです。うん、それはあります。確かに、はい、じゃ次回以降は心の拠り所になった作品についてはいお話ししていきたいなと思います。はい、まだまだちょっと長くなってますがよろしくお願いします。お願いします。この番組を聞いての感想などはハッシュタグあの日の交差点をつけてつぶやいていただけると嬉しいです。またたくさんの方とお話ししたいなと考えていますので、少しでも興味があれば、真昼の深夜のツイッターアカウント、番組ツイッターアカウントにご連絡ください。どちらも概要欄に貼っておきます。それではまた次回お会いしましょう。真昼でした。
We'll be right back.